年度大介は日本のお笑いタレント、俳優、長崎県出身、血液型は A 型、元は母本舗出身、身長170センチメートル、特技は中国語、中国、台湾を拠点に活躍後、日本に拠点を移した。一時東京都で活動していたが、2017年、アジアでのちのりを活かすべく、福岡県に活動拠点を移す。現在、 日本国内だけでなく中華圏でもタレントとして活動中。タレント活動に合わせ中華圏と日本の架け橋にとの思いで中華圏向けに日本紹介動画を配信。日本の文化、観光地、マナー等の動画を定期的に配信し、自称日本の観光大使として動画配信も精力的に行っている。19歳の頃中国雑技団の技に見せられ、 独学で大道芸、中国語を学び単身中国にわたる。天津雑技団入団。獅子舞や大武術、愉快な国産などの雑技を習う。ホテル、グランドキャバレー等のイベントに参加し、好評を博す。中国国内のイベントに多数参加。帰国後、サーカス団に参加。対談後、フリーで国内外のイベントに多数出演。岡山県観光を特使。 岡山県浅口市市中お笑い親善大使、長崎県大村市お笑い親善大使、合津若松観光大使、間違いを恐れるな方言を使ってみよう声を大きく、大げさに、ありがとうございます。